宇宙人。プロ野球において宇宙人とは天然で不思議な言動や行動をする人物についての別称であり、現在は阪神伊藤義雄、ソフトバンク柳田悠岐が宇宙人と呼ばれていますが、元祖宇宙人といえば元阪神日本ハムでプレーした新庄剛志。そこで一つの疑問が生じました。なぜ新庄剛志は宇宙人と呼ばれていたのか。というわけで今回の動画は新庄剛志阪神時代の宇宙人エピソードをまとめてみました。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。和田豊から激怒。若かりし頃の新庄は先輩の和田豊との会話で、オフってどういう過ごし方すればいいんですかと質問すると、和田に野球がしたくなるまでオフは練習しなくていいと言われ、29日までイタリアで過ごし帰国。2日間自主トレしてキャンプインに臨むと、和田豊に2日はいかんぞと激怒されたとのことです。引退宣言。1995年オフ、契約更改後の記者会見で野球に対するセンスがないと突然の引退宣言。理由は95年シーズン中に足首の故障で2軍落ちしていた練習日、練習時間に合わせてグラウンドではなくトレーナーのところに行き、その後にグラウンドに行ったところ、当時の2軍監督藤田平に1時間遅刻だぞと頭ごなしに怒鳴られ、正座させられたことがきっかけ。また恩師の中村克弘監督、柏原コーチの2人が対談し、藤田平が新監督に就任したこと、加えてシーズンオフは右肘の治療に専念したかったのに、現在のフェニックスリーグの前身黒潮リーグ行きを命じられたことで不満が爆発した結果でした。しかし宣言後に新庄の父親の病気が悪化したことを母から伝えられ、最終的には父親を勇気づけるため現役続行を決断。新庄は会見でユニフォームを着ている姿を見せるのが親父への一番の薬だと思ったんです、自分の人生どうこうじゃなくて命には変えられませんからと謝罪しました。名将にクレーム。1999年ヤクルト4度のリーグ優勝、3度の日本一に導いた名将野村克也監督が阪神の監督に就任。当時の阪神には広沢克実などヤクルト出身者がおり、野村監督のミーティングが長いと聞かされていた新庄はキャンプ初日に監督室に出向き、人間の集中力は学校の授業時間と同じ50分です、50分を超えると人間は集中できなくなって野村監督の素晴らしいお話が頭に入ってきませんし眠くなると思います、ミーティング時間を50分以内にしてくれませんかと直談判。野村監督は新庄の願いを聞き入れ、その後のミーティングで時計を確認した後、新庄さんすいません50分過ぎちゃいましたと謝罪。新庄はこんな若造の自分の意見を聞き入れてくれた野村監督に感動し、その後広沢にお前言ったのマジ神様ありがとうと感謝の言葉を述べられたとのことです。それから数日間新庄は野村監督のミーティングを集中して聞いていると、あれまた同じこと言ってんなと野村監督が同じ言葉を繰り返していることに気づき、再び監督室に。同じ言葉が繰り返されると野村監督の凄さが薄れますとフィードバック。すると野村監督は俺のおじいちゃんもそうやったわありがとうと指摘を受け入れ、その後自身がミーティングで同じ言葉を繰り返していることに気づくと新庄に向かって、新庄君ごめん2回言うてもうたと謝罪し爆笑に包まれたとのことです。二刀流。元日本ハム大谷より前に二刀流に挑戦した選手こそが新庄剛志。野村克也監督は新庄の強肩を高く評価し、うちの誰よりも速い球を投げると就任1年目の春季キャンプで投手の練習をさせ、巨人とのオープン戦でリリーフ登板すると最速142キロの直球と変化球で1回を三者凡退に抑えました。当時解説をしていた中畑清は新庄が投じたカーブを意外に曲がりましたねへっへっへっとコメントしていました。しかし新庄はピッチャーに飽きたため野村監督に足が痛いと嘘をつき元のポジションに戻りました。敬遠球。1999年6月12日対巨人戦、延長12回裏4対4、ワンアウト1・3塁の場面でバッターは新庄。この日の新庄は猛打賞と当たっており、巨人サイドは新庄を敬遠し満塁策を選択。当時は今みたいな申告敬遠がなく、敬遠するには大きく外したボールを4球投げないといけませんでした。巨人サイドが敬遠を始めると新庄はこれなら打てると確信。牧原が2球目を投じた瞬間、新庄は左足を一歩踏み込みバットを出し、見事打球は三遊間を超えてサヨナラヒットとなりました。新庄は3日前の広島戦で敬遠された時これは打てるんじゃないかと密かにコーチと敬遠を打つ練習をしていたらしいです。明日も勝つ。1999年9月10日に新庄がヒーローインタビューで言い放ったセリフ。新庄が明日も勝つと言った翌日から阪神はなんと12連敗、一気に最下位に転落し、
以降ヒーローインタビューで明日も勝つを言うとチームが連敗してしまうジンクスが生まれ、絶対に言ってはならない呪いの言葉となっていったのです。4番、2000年シーズン途中、新庄は調子落とし落ち込んでいるところを見かねた野村監督が、お前は何番だったら野球を真剣にやってくれるんだと質問すると、新庄はそれは4番ですよと返答すると、野村監督は翌日から新庄ずっと4番で起用し続けました。新庄は野村監督の心意気に発奮し、この年キャリアハイの2割7分8厘28本85打点をマークし、期待に応えメジャーに旅立ちました。というわけで今回は新庄の阪神時代のエピソードをまとめてみました。日本ハム時代のエピソードについてはまた後日動画にしたいと思います。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。